はい、こんにちは、116インズです。前回の動画でもお伝えしましたが、レイズとヤンキースのディビジョンシリーズはレイズが勝ち抜け ALCS 進出を決めましたね。ヤンキースは残念ながらプレーオフ敗退となってしまいましたが、ヤンキース27回のワールドチャンピオンを誇る MLB の名門球団ながらも、ここ最近はなかなかワールドシリーズまでたどり着くことができず、2009年以来出場がないんですね。他球団も力をつけていますし、このオフしっかりと補強をして来年プレーオフを勝ち抜きたいと球団のフロントは考えているんじゃないのかなと思いますね。でそんな中でヤンキースが決断を迫られるのが、今年で7年契約が終了となった田中将大選手をどうするかというところですね。契約が切れたので当然 FA となるわけですが、ヤンキースは田中選手を残すのか、あるいは FA で移籍させるのか、果たしてどちらの道を選ぶんでしょうかね。ヤンキースでの7年間、田中選手はウィンザーボールリプレイスメントで 17.6 という成績を残しまして、まあ、当初ヤンキースとしてはエースとしての活躍を期待していたのかもしれませんが、それでも先発投手としてしっかりと7年間役割を果たしたんじゃないのかなと思いますね。またブーン監督も田中選手のプロとしての姿勢を非常に高く評価していまして、チームからの田中選手に対する評価は概ね高いものと考えています。ただそうは言っても、今期の年俸である2300万ドル以上の契約は望めないかなと考えています。というのも、昨年ウィンズアボブリプレイスメントで 4.8 を記録したドジャースのリヒョンジンが FA となったんですけれども、結局リヒョンジンはブルージェイズと4年総額8000万ドルの契約を結びました。これ年平均にしますと2000万ドルなわけですから、まあ、田中選手よりもパフォーマンスが高い選手が今期の田中選手の年俸以下の契約に収まっていることを考えますと、まあ、田中選手の2300万ドルの年俸はちょっと厳しいのかなと個人的には考えています。基準の額になるかなと考えているラインが、昨年ホワイトソックスと FA で契約したダラス・カイケルの3年総額5500万ドルの契約でして、まあ、昨年のカイケル、田中選手と同じように32歳のシーズンを前にして FA となって、で直近数年間のウィンザーボブリプレイスメントも、まあ、非常に田中選手と近いものとなっていますので、まあ、ここがスタートラインになってくるかなと考えています。あとはヤンキースがこの額を出す準備があるのか、また田中選手自身の希望というところもあると思いますし、ヤンキース以外の他球団も年数を増やしたり、1年間あたりの年俸を増やしたりと条件を良くしていきながら、最終的には田中選手がどこのチームに行くかが見えてくるんじゃないのかなと思いますね。まず一番可能性として高そうなのがヤンキースに残留するというところですね。まあ、これまでの契約と比べて年俸は下がると考えていますが、ヤンキースでは田中選手以外にも先発投手が FA となる予定でして、まあ、J ハップとジェームス・パクストンがそれぞれ FA となる予定となっているんですが、この3人が一気に抜けてしまいますと、ヤンキースの先発陣、エースのコール以降が、まあ、ちょっと不透明な状況となってしまうんですね。もちろん来年のどこかのタイミングでセベリーノが復帰すると思われますし、また他にもヘルマンやモンゴメリー、ロアイシガ、ガルシアなど、まあ、若手のいいピッチャーたくさんいるんですけれども、経験の面では少し不安要素が多いかなという印象ですね。今期の FA 市場の先発陣も例年と比べれば層が薄いですし、できることならヤンキースとしては田中選手を残した方がいいんじゃないのかなと思いますね。田中選手はヤンキースという球団に愛着がないわけがないとコメントしていましたし、まあ、そもそもクオリファイングオファーを出せば田中選手が受諾する可能性も全然あるとは思うんですけれども、コール以降一人でも計算できる選手を用意しといた方がいいと考えています。ではもしヤンキースが田中選手を残さないと判断した場合、移籍先の候補はどういったチームになるのかを考えてみました。で個人的にパッと名前が出てきたのがニューヨークメッツですね。今季先発防御率は 5.37 で、これはリーグ13位の成績。今シーズンはオフにザック・ウィーラーを FA で失い、さらに投手陣の柱でもあるノア・シンダーガードがトミー・ジョン手術で離脱、さらにはマーカス・ストローマンが今季出場辞退を選択するなど、先発陣非常に苦しかった印象がありますね。また FA で獲得してきたリック・ポーセロやマイケル・ワカといったベテランの先発陣も振るわなかったのはメッツとしては誤算でしたね。その結果ブルペンの柱であるセス・ルーゴを先発に回したりと、先発の台所事情非常に厳しかった印象がありますね。でメッツはこれからオーナーが変わる予定でして、もしかしたらコンオフ大補強に動くんじゃないかという話も出ていますし、来年もコンテンダーとして戦うつもりがあるのであれば先発の補強は必須。その中で田中選手というのは間違いなく獲得候補に上がってくるんじゃないのかなと考えています。また田中選手にとっても同じニューヨークで戦えるという点は、チームは変わるものの生活環境が大きく変わらないという点でも非常にプラスに働く可能性はあるんじゃないのかなと考えています。はい、続いて移籍先の候補2つ目、エンゼルスですね。エンゼルスはまあ昨年から先発陣が課題だという話はありましたけれども、あまり補強には動かず、で今期の先発防御率 5.52 はリーグワースト2位と、エンゼルスの低迷の要因ともなってしまいましたね。こちらもメッツ同様、来年もコンテンダーとして戦うつもりがあるのであれば先発の補強は必須ですし、また予算の面でもシモンズとテランが FA となって、さらにトレードしたラステラやカストロの年俸も含めますと大体3500万ドルぐらい余裕はありますので、まあ、年俸調停なども考慮しても
一人ぐらい先発投手、それなりの選手獲得できるぐらいの予算はありますので、まあ、田中選手も十分選択肢に入ってくるんじゃないのかなと思いますね。まあ、ただエンゼルスとしてはどうしても必要なのは、フロントラインスターター、エース級の先発投手だと思いますので、まあ、一番の希望はトレバー・バウアーだとは思うんですけれども、もしバウアーやストローマンを逃した際には、田中選手に対していいオファーを出してくる可能性も十分あるかなと考えています。まあ、ただエンゼルスはシーズン終了と同時にエプラー GM を解任して、で現在 GM が決まっていない状況なんですね。噂ではデーブ・ドンブロスキーが GM になるんじゃないかという話もありますけれども、まあ、誰が GM になるかによって今期のエンゼルスの補強方針が決まってくるかなと思っています。続いて候補の3つ目マリナーズですね。意外にも今期の先発防御率は 4.41 でリーグ真ん中ぐらいの成績を残しているんですね。そう思ったよりもいいんですよね。でマリナーズここ数年でペイロールをかなり整理してきましたので、予算面にはかなり余裕があるチームですし、また来年プレイオフを目指すチームということで、田中選手のように経験豊富な選手は絶対に取っておきたいとは思っていると思うんですね。特にマリナーズのローテーション、若いピッチャー非常に多いですけれども、誰一人としてプレイオフでの登板経験はないので、そういった意味でも田中選手のポストシーズンでの経験などはチームにとっても非常に大きな存在になるんじゃないのかなと個人的には考えています。また田中投手非常にですね、マリナーズの本拠地であるティーモバイルパークでの成績がいいんですね。通算で5勝無敗、そして防御率 1.43 と抜群の安定感を誇っていまして、まあ、もちろんマリナーズ打線との相性が良かったという可能性も否定はできないんですが、ただ田中選手ここ数年非常にホームランに悩まされていますので、そういった意味ではヤンキースタジアムと比べてピッチャーに優しい T モバイルパークに移ってくるのは本人の成績という面でもプラスに働くんじゃないのかなと個人的には考えているところですね。マリナーズが今オフどれぐらいお金を使う気があるのかという点に左右されそうですが、可能性はそれなりにあるんじゃないのかなと考えています。続いて4つ目はトロントブルージェイズですね。今期の先発防御率 4.55 で、こちらはリーグ9位の成績となっています。今期ある種サプライズのような形でプレーオフ進出を決めたブルージェイズですが、ただ残念ながら日本人以降の先発陣はかなり不透明な状況となっています。トレードデッドラインで台湾ウォーカーやロビーレイといったレンタルの先発投手は獲得しましたが、それらの先発投手全員 FA となりますし、もし来年もプレーオフ進出を目指すのであれば先発投手の補強というところは考えなくてはいけないところなのかなと思っています。特にレイズやヤンキースといった強豪球団が東地区にはいるわけですから、そういったチームを押しのけて上位進出を果たすためにも、東地区のことをよく知っている田中選手はブルージェイズにとって貴重な戦力になるんじゃないのかなと個人的には考えています。他にもブレイブスやフィリーズといった先発投手に課題のある球団が候補に上がってくるとは思うんですが、一つ忘れてはいけないのが古巣楽天の復帰という線ですね。これ本当なのかは分かりませんが、楽天 MLB に匹敵するようなオファーを出すんじゃないかという報道が出ていましたよね。年俸25億円を用意してるんじゃないかという話もありましたけれども、まあ、これ本当なら下手したら MLB 以上のオファーになりますよね。もちろん現実的に来年32歳のシーズンを迎える田中選手が MLB のオファーを蹴って NPB に復帰するかと言われると、まあ、可能性は低いとは思ってはいるんですが、ただこればかりは田中選手がどう考えているかというところにもよるかと思いますので、可能性はゼロではないのかなと報道を見て思いましたね。また楽天という企業は、まあ、J リーグでイニエスタの一件もありましたし、まあ、30億円ぐらいなら本当にポンと出してもおかしくはない企業ではありますので、田中選手が希望するのであれば NPB 復帰という線も全くゼロではないのかなと思いましたね。ということでヤンキース残留という線と、それから移籍するとしたらどの球団が候補になるのかというところを話してきましたが、田中選手がどういった選択をして来シーズンどこのチームのユニフォームを着ているかは非常に気になるところですね。まあ、どのケースにしても田中選手が一番輝けるチームを選ぶことができればいいんじゃないのかなと考えています。皆さんは田中選手どのチームで来年プレーしていると思いますか？ぜひですね、皆さんの予想なども聞かせていただけると幸いです。まあ、個人的にはシアトルで投げている姿がちょっと見たいかなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。